バスセンター全景バスセンター外観盛岡。バスセンターは、岩手県盛岡市において1960年4月20日から2016年9月30日まで供用されていた市内最大のバスターミナルである。自動車ターミナル法の適用第1号施設であった。1960年4月20日に供用開始。2755.65 平方メートルの敷地の北西部に平面バス駐車場、南東部に L 字型の建物があり、建物に沿って7つの発着バースを持つバス乗り場があった。センター構内の乗り場の他に、周辺道路上にも盛岡バスセンターの名称のバス停が並び、多くのバスが集散していた。2016年9月30日に閉鎖されたが、翌日の10月1日以降は、北東の蓮向かいの駐車場に乗車専用のバス停2カ所と、仮設の待合室を持つ、バス仮設乗降所が設置され、バス乗車券売場は、7区1階に、駐輪場は、7区高バス停付近に移転した。センター構内を発着していた路線バスのみを対象に、仮設乗降所内新設バス停、7区全バス停、盛岡駅東口、盛岡駅西口のいずれに発着場が変更された。センターの跡地は、市が、なお7区1階のバス乗車券売場は、2019年6月2日の7区閉店に伴いさらに、盛岡市観光文化交流センター、プラザを出て1階の交流プラザ内に移転し、同年10月1日に開業している。市内のバスターミナルには他に、盛岡駅、バスターミナルや、郊外に位置する松園バスターミナル及び、都南バスターミナルがある。岩手県盛岡市中の橋通り1丁目9番22号。盛岡バスセンターとの名称のバス停は、当センターの敷地内だけではなく、周辺道路上にもあった。各々を分けて以下に示す。センター内の乗り場は、投炭式プラットフォームになっており、出発時は指令室より、係員が案内放送を行い、各番線のポールに取り付けられた発車指示ランプを点灯させていた。その後誘導員の誘導により一旦バックして発車する。同時に複数台のバスが発車する場合は出口に近い6番乗り場側から順に発車指示を出し、最後に1番乗り場のバスが出発する。埋床時には指令室よりラジオを流し、時報に従い発車指示ランプの点灯を行っていた。岩手県交通の路線バスには路線ごとに数字3桁の系統番号が、岩手県北バスの路線バスにはアルファベットと数字2桁を組み合わせた。系統番号がそれぞれ振られている。道路上新城線と盛岡都心循環バス、でんでん虫は、7区、新名町両方の停留所に停車。盛岡市は、第二次世界大戦時の日本本土空襲による被害が比較的小さかった都市であるため、古くからの狭い道路が多かったが、路線バスが会社ごとに発着所を開設していたことで、次第に交通渋滞が悪化し、市民からの苦情も増えるようになった。そこで、バス会社共通のバスターミナルを建設することになり、1959年5月に、盛岡市、岩手県北自動車、地元商店街等が出資し、株式会社盛岡バスセンターを設立した。しかし、当時としては、画期的な交通センターの存在は、集客面で大きな恩恵を及ぼすため、古くからある、魚町商店街と戦後急速に発展した大通商店街との間で設置場所をめぐる対立が起きた。そこで盛岡市は事態収拾に乗り出し、学識経験者を加えたバスターミナル建設促進委員会が審議を行い、建設地を現在地である中野橋通に決定した。1960年4月20日に供用開始。バスセンターの建物は開業当初は2階建てで1階は窓口と開放感のある広大な待合所で構成され、売店類は2階に集約されていた。建物内には洋品店や大食堂、喫茶店、甘味店、中華料理店、理髪店などがあり、また屋上には盛岡バスセンターテーマパークという植物園、遊園地があって、デパートのような趣であった。1966年に3階が増築された。2階の窓上部分の外壁には、伝承式の広告板が設置され、東側外壁の盛岡バスセンターのロゴも伝承で照らし出せる仕組みになっていた。敷地は3000平方メートルで開設当時は十分な広さだったが、バス路線、運行本数の増加、バスの大型化が進み、次第に狭さが際立つようになった。末期はバスセンター構内で発着できない便が多数発生しており、盛岡バスセンター名義で設置された周辺のバス停が発着地点の機能を担っていた。2012年3月から経営権が岩手県交通から国際興業へ移行した。また、バスセンターそのものも長年の使用で、建物の老朽化が深刻になり、現行の建築基準法の耐震基準を満たしていないことから、2008年には市が再開発計画を発表。バスセンターを核とした複合施設に建て替えられる見通しであったが、経済情勢の悪化や東日本大震災後の建設資材高騰の影響により、建て替えの目途は立たず、下記の通り2016年3月14日に、盛岡バスセンターは、バスターミナル事業から撤退して、施設は2016年9月30日で閉鎖、年内に取り壊されることが発表された。法人としての盛岡バスセンターの本社は、2016年11月2日に、盛岡市中の橋通から、花巻市湯本へ移転している。バスセンター内のレトロチックな味わいを残す雰囲気は、たびたび地元メディアで取り上げられ、老若男女問わず人気は根強く、昭和レトロの観光資源として注目されていた。2008年2月9日の岩手日報によると、老朽化したバスセンターを建て替える際に、バスターミナルの他に、マンション、商業施設、福祉施設、公共的機能を持った複合ビルにする計画があることが、明らかになった。事業主体は、盛岡バスセンター及び、盛岡市、盛岡まちづくり会社であり、盛岡市の中心市街地活性化基本計画の一部になっていた。しかし、計画発表後に、経済情勢の悪化や東日本大震災後の建設資材高騰の影響により、計画は見直されることになった。その後、2013年に、第2期盛岡市中心市街地活性化基本計画に盛り込まれ、2014年から建て替え工事を着手する予定であったが、盛岡バスセンターの経営権を持つ国際興業の経営変化や建設資材の高騰により着手の目途が立たないまま、老朽化が激しくなったこともあって、上記の通り2016年3月14日に閉鎖が決定、同年9月30日で閉鎖された。その後、10月20日から解体工事が始まり、翌年2月までに完了した。閉鎖後は、跡地周辺に停留所と仮設の待合所を設置して、周辺に用足しする利用客の便を図っているが、バスセンターを始発地及び終点とする高速バス路線は、盛岡駅東口、または盛岡駅西口止まりとなっている。また、今後の代替となる施設などについては、現時点では、白紙の状態で、盛岡市とバス運行会社を含めた協議が行われているが、市は跡地を買い取った上で、そこに複合施設を建設して、バスターミナルの機能を維持させる方針を打ち出している。閉鎖後の2016年10月1日からは、上記の通り仮設の乗り場と待合所を設置し、乗車券、定期券売り場を7区1階に設置して対応している。7区内のバス乗車券、バス定期券売り場は岩手県交通窓口は毎日営業しているが、岩手県北バス窓口は平日のみの営業で、土曜、休日は休業する。この乗車券、定期券売り場は上記の通り、2019年6月の7区閉店後はプラザを出て1階の交流プラザ内に再移転している。これに対して市民有志の盛岡バスセンターから考える会は建物の保全、補修と継続使用を求めて市長と市議会に要望書と陳情書を送付しており、市はこれを受けてバスセンターの外壁の一部と出入り口に設置されていたステンレス製看板を後継となる複合施設で保存展示する方針を打ち出している。2017年7月には跡地を取得した盛岡市が後継施設建設開始まで2年間の予定で地元住民団体盛岡バスセンター及び周辺地区活性化協議会に無償貸与することを決定し、協議会は貸与された跡地を地域活用ゾーンサイド B と命名し、市民広場のほか音楽や工芸などの活動発表、ビアフェスなどの飲食イベントの開催場として活用する方針を発表している。当センターが閉鎖された後、乗り場は以下のように再編されている。その他の乗り場太字は盛岡バスセンター構内から発着乗り場が変更となった路線である。ありがとうございます。